ミカです。今日もよろしくお願いします。先週に引き続いてシフォンケーキのレッスンしていきます。シフォンケーキですね、こちらです。紙コップを使ったシフォンケーキを作っていきます。はい、じゃあまず材料の確認をしていきましょう。準備していただいてますでしょうかね。卵2個です。薄力粉 50g、お砂糖ですね。グラニュー糖でも、キビ糖でも、上白糖でも OK です。こちら 50g。牛乳です。こちら 40g。牛乳ない人はお水 35g で大丈夫です。はい。あと油ですね。こちらはサラダオイル、オリーブオイル、米油、どれでもいいです。私は米油で用意してあります。あとお道具ですね。お家にあるボウルで一番大きいやつ1個と、なるべくちょっとね、深さがあるやつ1個ですね。それと、ホイッパーと、ゴムベラ。ミキサーです。あと、ビニール用意してください。大人の方は、ふるいで構わないです。あと、型ですね。シフォンケーキ型を使う方は15センチの方です。それ以外の方は紙コップ用意してくれていると思います。205ミリリットル。これだと6個ぐらいできます。こっちが150です。こちらだと、8個ぐらいできますので、紙コップ用意してください。材料足りなかった人いますか？材料が足りなかった人は今のうちに準備していきましょう。はい。じゃあ準備ができましたら、オーブン予熱を入れていきましょう。オーブンなんですけれども、予熱機能を使って、180度で15分セットしてきてください。先週は、小学校6年生の、女の子と一緒にレッスンをしたような気持ちでやっていきましたが、今日は、小学校5年生の男の子と一緒にレッスンをしていきたいと思います。じゃあね、まず、薄力粉、振るっていきます。まあ、ふるい合う人もいるかと思うので、これスーパーのビニールとかで OK です。ビニール用意してもらったら、こちらにお粉を入れていきましょう。全部入れちゃいます。はい。入れたらですね、ここに空気を入れて、上でフッと縛ります。まあ、私、こんな風にできるんですけど、できない人はね、こうね、フー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 入れて、空気を入れてください。じゃあね、これ振っていきます。シャカ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 。これね、振ったことになるので、結構しっかり振りましょう。思いっきり振っちゃうとね、ビニール破けた可能性があるので、気をつけてください。シャカシャカシャカ。はい、振れましたでしょうか。じゃあ、ストップします。そしたらね、上の方を外側に使って折っていきましょう。はい。こんな感じで用意してください。はい。じゃあ、これはね、使うまでテーブルの端っこの方に置いておきます。じゃあ、次にね、卵の準備をしていきます。これね、大きいボウルの方に黄身を入れていきます。小さいボウルの方に卵白入れていきます。で、一応ね、材料のところに分けて用意してくださいって書いておいたんですけれども、分けて用意してない人は一緒に分けていきましょう。でですね、大人の方はそのまま分けていただいてもいいんですけど、小さい子は別のね、ボウル用意してもらってたかと思うんですけども、そこに卵を割り入れちゃいます。卵黄と卵白です。これを指ですくっちゃいます。で、少し指を隙間開けると、こうやってね、卵白落ちていきますので、よいしょ。ほら、わかりましたね。で、この卵白、卵黄の方を大きいボール。卵白を小さいボールの方に入れていきます。はい、もう一個やっていきましょう。割ったりたらこのね、割れ目のところに親指を突っ込んで、パカッって。はい、すくってあげます。卵黄と卵白分けていきましょう。一応ね、Facebook の方でもね、やってるんですよ。まあ、そっちの方は告知しなかったので誰も見てないと思うんですけどね。そっちで多分保存できると思うので。はい。卵白の方に棒で。じゃあですね、一回皆さん手を洗っていきましょう。はい。じゃあここまでちょっと確認しますね。オーブンを
180度で15分セットしておくのと、お粉を振るっておくの。あと、卵を卵黄と卵白で分けていきます。はい。ここまでできましたね。じゃあ次、作業していきます。まず、卵黄のボウルです。こちらね、ホイッパー用意してもらって、くる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 って、卵黄をほぐしましょう。お砂糖です。半分入れちゃいましょう。大体でいいです。半分入れたら、ホイッパーを使って、こちらでね、20回混ぜていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。で、兄弟で作ってくれてる子は、ここでチェンジします。選手交代です。そしたらね、ボールを完全に立てちゃって、またここでね、立てたままの状態で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。疲れちゃうのにね、今度は逆の手でやってきます。選手交代してってくださいね。はい、20回。そしたらまたね、疲れちゃうので、今度まっすぐ置いて、まだ20回回していきます。はい、また立てて20回。上手に回せますかね。はい、今度反対側。さあ、ちょっと疲れてきましたけどね、頑張りましょう。はい、もう一回やっていきましょうか。はい、まっすぐで20回混ぜていきます。なんか先週と同じね、ガタガタするボールを使っちゃいましたね。はい、立てて20回。まっすぐ立っちゃっていいですよ。はい。最後で頑張りましょう。20回回します。はい。そうするとね、卵に空気が含まれて少し白っぽくなります。こうなれば OK です。そしたらね、油用意していきましょう。こちらを3回ぐらいに分けて入れていきます。まずね、3分の1。最初はね、少なめがいいです。入れたら、くる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 。でもこれで、やりにくかったら、こう、握ってもらっちゃっても構わないのでね。はい、混ぜていきます。はい。残り入れちゃう。残りじゃなくて、半分まで入れていきます。くる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 。残りですね。全部入れちゃいましょう。はい、くる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 。はい、混ぜていきます。表面だけじゃなくて、ボールを押さえつけるようなことを感じてやってあげると、小さい子は、ね、よく曲がると思います。さあ、大丈夫かな？疲れてないかな？はい、曲がりましたね。ここまで大丈夫ですか？はい。じゃあ次、牛乳、もしくは豆乳、お水を入れていきます。これもね、3回に分けて入れていきましょう。はい、1回目。くる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 ね。混ぜていきます。はい。今度、2回目、残りの半分で。最後です。全部入れちゃいましょう。はい、くる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 混ぜていきます。はい、ここまでできましたか？大丈夫そうですか？そしたらね、最初に用意してもらったお粉入れていきます。お粉なんですけども、今ね、そこにこう溜まっていると思いますが、片方にはめていきましょう。どっちか片方溜まりました。こんな感じでね、溜まったら上と下を持ってあげてひっくり返しちゃいましょう。ボウルの中にお粉を入れていきます。入りましたか？で、このね、ビニールまた使うので捨てないで取っておきましょう。はい、
じゃね、ホイッパーでこれくる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 混ぜて、お粉を混ぜ込んでいきます。で、昔の方はね、よくここでお粉をざっくり混ぜるって書いてあるんですけど、ここはね、ちょっと粘り気が出るまでしっかり混ぜていきますね。周りに残ってしまったこういうお粉は、生地をこうくっつけてあげると混ざりやすいのでね、一応こう生地をくっつけてあげるといいですね。はい。でね、混ぜていくうちにね、ちょっとね、重くなってきます。粘り気がちょっと出てきます。これ、ね、筋が見えてくるのかな？はい。ここまでできましたか？はい。頑張りましたね。じゃあ、これは横の方に置いときましょう。じゃあ、今度。卵白のボウルです。はい。じゃあ、今度はね、ミキサー使っていきます。はい。で、ミキサーをかけていくんですけども、ボールを斜めにして、ミキサーもまっすぐじゃなくて、少し斜めにしていきます。で、同じところじゃなくて、できればこうね、回しながらミキサーかけていきましょう。最初はお砂糖を入れないで、ある程度泡立ってからお砂糖を3回に分けて入れていきます。じゃあね、斜めにしてもらって、ミキサー、スイッチオンです。で、私は中速でやっていきますが、皆さんは高速でやっていきましょう。今、スタートです。こうだとね、あんまり、混ざらないで、ちょっとね、斜めにして、見えますか？この卵白を完全に絡めてあげると、泡立ちやすいです。さあ、どうですか？泡立ってきてますか？まっすぐにしたら構わないので、ね、まずはこう斜めにしていきましょう。で、斜めにするとね、こぼれちゃう可能性があるので、ね、お気をつけてください。はい。ちょっと見えますかね、こうね、ちょっと筋が見えてきたの分かりますか？筋が見えてきたの。こう回したときに、ミキサーの跡がつくようになりました。そうなれば OK です。一度止めて、全体的に混ぜて、ゆっくり持ち上げていきます。角が少し立ちました。こっちね、立たなかった人はね、ミキサーの羽見てください。立ってますよね。はい。そしたら、残しといたお砂糖ですね、こちらを3分の1入れていきましょう。はい、3分の1入れまーす。もうちょっとかな。はい。じゃあね、またミキサー。ちょっと重いかもしれないんでね、重い子はね、なんか台の上に乗ってね、作業してもらうといいかもしれないですね。はい。じゃあ一度ね、よく混ぜて、もう一回いきます。同じような状態になるまでやっていきましょう。はい、皆さんを攻撃しましょう。見てもらうとね、もうすぐ、筋が立つようになってるんですよ。筋が残るようになっているかと思います。一回目は時間かかるんですけども、二回目、三回目のおかずを入れるタイミングは結構早いです。はい。じゃあまたね、位置を確認します。混ぜて、ゆっくり持ち上げます。あ、ほら、早くしちゃったからね、今。お辞儀しちゃいましたね。あれ？よいよいよいよ。ほら、角立ってるの分かりますか？こっちも立ってますよね。はい。そしたらね、今何回目だっけ？ 1 回目か。次。2回目。入れていきます。また同じような感じにしましょう。くるくる。はい。また同じように。いきましょう。次がね、これくらいまで。色がちょっと濃くなってきたの分かりますか？白の色が。はい。またね、筋が見えるようになってきたらストップで。そしたらね、最後のお砂糖入れていきましょう。角も立ってますよね。はい。残りのお砂糖入れていきまーす。はい、じゃあよく混ぜて、最後のね、泡立てです。もうちょっとしっかりね、筋はね、筋までやっていきましょう。
白色になって、しっかり筋がついてくるようになりました。はい、じゃあこれでストップしていきます。メレンゲなんですけれども、結構ね、しっかり泡立てましょうっていう人もいらっしゃるんですけども、しっかり泡立てると、卵黄の黄、この黄色い黄色が出るときに、結構ね、潰しちゃう可能性があるんですね、逆に。なので、あまり硬すぎないようにしていきましょう。ここに筋が結構見えるようになれば OK です。で、ひっくり返しても落ちてこない。これ大切です。もしかしたらできてない可能性もあるので、少しずつ斜めにして動かないなって確認思ったら、ひっくり返してみましょう。はい、こんな感じでできました。じゃあね、メレンゲをこちらの黄色い卵黄の黄に混ぜ込んでいきます。まずね、3分の1入れます。一旦によく混ぜて、このくらいかな？あ、いけない、飛ばしちゃいましたね。ガサツなんですよ。入れます。で、重たい生地に軽い生地を入れますので、まずね、この重たい生地を、ある程度軽くしたいので、ここでね、しっかり混ぜていきます。微生のメレンゲです。これはね、くる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 混ぜて、しっかり卵白を、メレンゲをですね、混ぜ込んじゃいます。はい。ちっちゃい子はね、こう握って、くるくる混ぜましょうか。で、底の方に混ざってない生地が結構ね、残っちゃうので、しっかりね、底の方を押さえつけるような感じで混ぜていきます。さあ、どうですか？メレンゲ残ってないですか？白いの残ってないですか？大丈夫そうですね。はい。じゃあね、ホイッパーの役目はこれで終了ですので、これね、綺麗にしていきましょう。で、結構ね、上でこう高くした方が多いんですけれども、スケッパーね、横で叩いてあげた方が綺麗になります。はい。じゃあ、スケッパーはこれでお役目終了です。じゃあね、2回目のメレンゲを入れていきます。白い方ですね。一回泡立ててあげて、半分入れていきましょう。はい。今度、ゴムベラです。ゴムベラがない人は木ベラでもいいですよ。じゃあね、優しく、こちらの卵白を、黄色い生地の上にね、広げていきましょう。広げます。ボール回しながらできる人はね、回しながらやってみましょうか。はい。こんな感じで広がりましたか？そしたらですね、ゴムベラの持ち方なんですよ。こう持ちます。こうでもないし、こうでもない。上からこう持ちましょう。わかりますか？うん。だからね、正面にゴムベラを置いて、手前に持ってきます。自分の方にね、向こう側からゴムベラを持ってくる。だからね、ボールを少し回転させましょう。で、同じように持ってくる。今2回、3回、4回、5回やったら、そこの方からひっくり返していきます。もう1回やりますね。上から1回、2回、3回、4回、5回、ひっくり返します。で、ゴムベラね、ひっくり返すときなんですけどね、こう、手の甲を上にしちゃうと、泡が潰れちゃうので、手の甲を下、手のひらが見えるようにこうすくって持ってくといいですね。はい、2回やりました。まだ白いの残ってますよね。白いの残ってる状態で OK です。最後のメレンゲ入れていきましょう。で、ここのね、羽についているメレンゲも取っちゃいます。指先で、嫌じゃなかったら指先でこうツーって取っていってください。あ、私右利きなのに左でやっちゃいましたね。先週も話したんですけどね、うちの甥っ子とこの間、マカロンの動画を撮ったんですね。で、やっぱりメレンゲが羽に絡まってるのをきれいにしてねって言った時に、指2本で挟むといいんだよって話した時ですね。親指と人差し指でやった方がやりやすいじゃないですか。うちのね、甥っ子ね、中指と人差し指でやったんですよね。もうですね、二人で大笑いしちゃいました。よいしょ。はーい。これもね、材料の一部なので、きれいに取っていきましょう。よいしょ。はい、取れましたか？じゃあね、手洗っていきましょう。私も手洗ってきますので、一緒に手洗っていきましょう。はい、どうですかね？終わりましたか？はい、じゃあね、ボウルに残ってるメレンゲをきれいに取っていきましょう。よいしょ。
はい、もう残ってないですか？大丈夫ですか？メレンゲ全部取っちゃいます。じゃあね、先ほどと同じように、この白いのを広げて混ぜていきます。今度は白いのがなくなるまでしっかり混ぜていきましょう。はい、生地全体に卵白を広げます。はい、覚えてますか？ゴムベラは上から持って、真正面にゴムベラを立てたら、自分の方に持ってきます。少しボールを回して、2回、3回、4回、まあ5回目。で、回る、しっかりひっくり返してあげる。で、今ね、濃いところが出てるんで、濃いのね、混ざってない証拠なのでね、しっかり混ぜていきましょうね。ゆっくりでいいので、1回、2回、3回、4回、5回、ひっくり返す。はい、まだいきますよ。1回、2回、3回、4回、5回。で、そろそろ、こう、白いのが残ってるところを、めがけてやってみましょう。はい、今度はね、ご自分のペースでやっていきましょうか。私は急いでやっちゃうね。いけないんで、私もゆっくりやっていきますね。2、3、4、5。くるくるくる。で、ほとんど残ってなく、混ざったんだけど、少しだけ残ってる時には、こうね、そこの部分をね、ゴムベラでこう優しく振るってあげるといいですね。さあ、どうですか？混ざりましたか？大丈夫そうですか？一回ね、そこの方をひっくり返してみましょう。濃いところないですか？はい、OK そうですね。じゃあね、これ横に置いといて、紙コップに入れていくんですけれども、大人の方はね、これで注いでもらってもいいんですけど、ちっちゃい子それたちやりにくいと思うので、先ほどね、お粉を入れておいた袋ありますね。これですね。メレンゲを立てたボール。まあ、ちょっと汚いなと思ったら、これティッシュかなんかで拭いてください。それに、これにかぶせましょう。もしくはお父さんお母さんに、このビニール持っててもらってください。はい。そしたらね、上からビニールの中に生地流し入れていきます。こぼさないようにね、気をつけていきましょう。よいしょ。全部入れちゃいますよ。皆さん入りましたか？じゃあね、これね、出してあげて、なるべく空気が入らないように、上の方を絞ったら、結んじゃいましょうか。しっかり結んじゃいます。でね、お伝えするの忘れちゃったんです。ここでね、ハサミ用意していきましょう。で、ハサミが用意できた人は、カップ並べていきます。できましたか？そしたらね、また角のところをこう上の方を持ってもらって、まあお父さんかお母さんに手伝ってもらって、上の方ですね、この2センチぐらいところで、チョキンとカットしましょうか。はい。切ったやつはね、中に入っちゃうと大変なので、ゴミ箱に捨てていきましょう。はい。じゃあ流し入れていきます。ちょっと見ててくださいね。大体ね、半分ぐらいまで入れていきます。見えるかな？はい、入れていきますよ。半分。で、ここまでで OK ってことは、ここね、押さえつける。押さえつ。止める。止める。はい、じゃあ一緒にやっていきましょう。どうぞ。で、私が実際お教室やってる時のレシピとちょっと違ってまして、今回お子さんでも作りやすいレシピになっています。どこが違うかというと、卵白の量が、95g 使っています。あと油が 35g で、牛乳ですね、そちらが45です。
やっぱりね、水分量多いとしっとりして美味しくなるので、ただね、やっぱりちょっと難しいんで、今回はお子さんでも作りやすいような感じにしています。で、なんか忘れちゃった。これですね、最後まで絞り切らないでください。最後の方は泡が潰れているので、それは入れないようにしていきます。またね、乱暴なところがね、見えてしまいますね。はい。で、できたら、天板の上に並べていきましょう。ちょっとね、量が違ったりとかしちゃってるんですけどね。で、これ裏技です。竹串があったら竹串で、この生地の中をね、2回か3回回してください。くるくる。そうするとメレンゲが残ってた場合、そのメレンゲがね、混ざるので、これね、くるくる。随分量違いますね。はい。これで焼いていきます。シフォン型を使ってる人は20分から25分。このね、210g ぐらい。205から 210g 使うの、ミリリットルの人は15分ぐらい。小さい110の方は、150か。ごめんなさい。間違っちゃって。150の方は11分から12分ぐらいオーブンに入れていきます。じゃあね、皆さん、これオーブンの中に入れていきましょう。はい、入れていきます。オーブン入れてこられましたか？じゃあね、この後ね、焼き上がるまで15分くらい待ってもらうわけにはいかないので、私、あらかじめ作っておきました。焼き上がりの目安なんですけども、今ね、お話しした焼き時間よりも2分くらい前に1回オーブン覗きに行ってもらって、こう、ふんわり膨らんできます。ふんわり膨らんできたのが少しちょっと沈んできたなと思ったらもう出し頃です。そうなったら出してあげてください。出したらね、1回ここでパーンと落としてもらって、シフォンケーキはね、このままで置いておくとしぼんじゃいますので、必ずひっくり返しておきましょう。で、紙コップよりね、こう、ポコって出ちゃっても、もうそれ、そのまま気にせずに、ひっくり返しちゃいましょう。必ずひっくり返します。で、ひっくり返して、完全に冷めたら出来上がりです。多分ね、今日の3時のおやつは食べられるんじゃないですかね。うん、こんな感じで。白い紙コップの人はね、ここでね、マスキングテープとか、スタンプとか押してあげるといいですね。で、このまま持って、お友達のところに持ってってもらってもいいですし、こういうですね。私はですね、人に出すとき、ここにハサミを入れちゃいます。ハサミを入れてあげると、食べやすいですね。剥きやすいですね。で、フォークを、面倒くさいときはそのまま食べます。あとは、こうね、ちぎって食べる人もいます。で、先週はですね、5歳と3歳と1歳のね、兄弟の子が上手に作ってくれました。DM でね、写真を送ってもらったんですけど、とっても嬉しかったです。はい、どうですか？楽しくできましたか？一緒に作ってくれた人いましたかね？楽しんでもらえたでしょうか？今日は泡の感じ、よく見えましたでしょうか？またね、違う機会にマドレーヌだったりとか、焼き菓子を作っていきたいと思います。じゃあ、楽しんでもらえましたでしょうか？どうもありがとうございます。じゃあ、また、次のレッスンの時にお会いしましょう。じゃあ、さようなら。ありがとうございます。